自分の人生の中で日本がどういうふうに変わってきましたか？そうですね、やはり豊かになってきたんだけれども、世知辛くなってきたねっていうのは、経済本位になってきたから損得感情ばっかりで、あまりいい傾向とは思いませんね、やっぱり経済の面では、まあ、変化は大変多く、特に最近になってきまして、まあ、昔の人 の、 お金に対する見方、その経済に対する見方は違かったんですか？いや、いつの時代でも経済というかお金は大事なもんです。まあ、しかしお金のその価値観はずっと他のものに比べて昔は低かったですね。今はお金の価値が最大になってきてますから、昔はね、お金以上にね、自然とかね、人の気持ちとかね、こういったものが大事だったんですよ、今はそうじゃない、自分だけ、お金だけ、今だけです。そうですね、いろんなすごく便利になったけど、なんか昔の大切なものをなくしていってるような気がする。どのようなものですか？だから建物とか、古い建物が好きなので、そういうふうなものをもう少し大切に残してほしいなと思って。一番印象的な変化はね、まず私が生まれたのは中国です。で、日本に引き上げてきたのは5歳の時です。戦前ですからね。で、それから数年の間に日本はもう完全に変わってしまったんです。特に変わったのは軍隊というのがなくなった。で、アメリカ軍が駐留してくる。で、これは非常に違和感を感じたですね。で、どうなるんだろう。ただその後のことは日本が民主化されて、で、小学校に入るようになって、私もね、で、何ら問題はなかった、違和感は感じなかったです。若い頃は日本の国力って強かったんですよね。で、海外行っても日本製だからいいとか、その日本に対してのこう技術的なもの、品質的なものの憧れというのはやっぱり1980年前後はかなりあったと思うんですよね。で、今、そういうのがほとんどなくなりかけてて、後進の国にも追い抜かれて、そういう面での日本 の、 その経済力、技術力、そういったのがかなりこう低下してきているというのが、私の人生の中で素晴らしい日本であったことと、それから今残念な日本であったことが人生の中で半々ぐらいなんですよね。そういうのが 今 の、 この日本に対しての感じ方、逆に言うたらそういうところをもっと期待したいなと思いますけどね。その経済面のことをおっしゃいましたけど、バブルが弾けてから悪化、その中経済の悪化が早くなってきたという感じですか？そうですね、バブルそのものは別に悪いことではなかったと思うんですけども、ただそのバブルになった時 の、 その経済の対応の仕方が、そのバブルに乗っかれば何でもできるみたい な、 なんかそういうようなこう経済 の、 その路線の間違いみたいなやつがバブルとしては付けを残したと思うんですよね。だからバブルそのものの経済のああい う、 こう爆発的な一瞬 の、 こうどういうのかな、ブレイクというのは決して悪いことではなくって、そういうことが経験したことないことが起こったもんで、それに乗りすぎて甘えすぎて、なんか以降 の、 その成長に対してのこう努力というか、なんか積み上げるべきものが起こったんじゃないかなという感じが私個人的にはしますけどね。そうですね、今本当に戦争が起こっている世の中で、私たちがもっと自分事として捉えて、それを積極的に話す場所とか、そういう行動を起こす場所をやっぱり作るべきかなって思います。戦後軍隊がなくなったとおっしゃいましたけど、はい、今はやっぱりロシアだったり中国の脅威が大きくなってくるにつれ、日本がやばいとする人がいて、その面で日本の軍事力を高める時が来たとする人がいるんですけど、その意見に対してどう思いますか？それはもう当然ですよ。自立する必要があるんですからね。人に頼ることはできない。だから自分でもっと備えないといけないです。で、残念ながら私はもう年を取ってしまってる。
だから、もう85ですからね、そういうのを若い人たちにね、いろんな機会を通じて話してます。自分を守るのは自分しかないんだということですね。なるほど。その面で自分を守る面で今まで、まあ、ある程度アメリカに頼ってきたんじゃないですか、これからアメリカに頼れ続けられると思いますか？頼るんじゃなくて一緒にやるのがいいですね。日本能力はあるんです。それを表に今は出さないですよ。必ず力がありますからね。だから自分で備えるんです。でただね、一人ではダメです。仲間を増やした方がいいです。でアメリカは頼りになる仲間だと思ってます。将来に関しては楽観的ですか、それとも心配ですか？ね、両方とありますね。一つはやはりこのままいきますとね、日本はまあ少子化、子供が少なくなってだんだん縮小していくと。だからまあ世界的にはですね、小さくまあ惨めな国になっていくんじゃないかなというふうに思いますけど、ただ一面それが一つの日本の起死回生のいいところになるかもしれない、っていうのは、人が少なくなるっていうのは一面大変なことですけども、それがですね、乗り越えていった時にはですね、むしろまあ少ないながらも豊かな国になるという期待は持っております。将来に関しては楽観的ですか、それとも心配ですか？半々です。楽観的なとこもあるけど大丈夫かなと思ってる部分があります。まあ今こういうふうに平和慣れしてきてるところはね、本当に大丈夫かなと思って心配です。もう孫の時代になるともう本当に戦争に駆り出される世の中になるんじゃないかなって思います。はい、核戦争も第三次戦争も間近じゃないかなと思います。2つやっぱありまして、やっぱり過去の日本をこう見ているといずれどこかで日本らしさで取り戻してくれる、昔の日本に戻るんではないかというような期待が大きいんですよね。いわゆるこう80年代の強い日本に戻れるんじゃないかという期待、まあ、そういう時代があったんで再現することは不可能ではないだろうという期待と、それから最近のこう潮落の状態を見るとやっぱそんな甘いことを言っとれるなと。このままずる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 と、ずるずると、まあ、日本が世界に越してこういけなくなる国、まあ、ちょっと具体的に言っていいけど知らんけど、中国に負け、韓国に負け、それからそのうちフィリピン、ベトナム、そういう国にこう日本が負けていくというような姿も想像しやすいんですよね。だからその2つはどちらか道は多分事実としてあると思うんですけど、あとはもうどっちを自分として期待しておきたいのか、期待したことをやっぱりその講師に伝えたいというのが、まあ今の自分の見方というか気持ちですね。今79、来年80なんですけど、孫が2人いるんですけど、やっぱり期待したいところは孫にとって、孫の世代にとっていい国でありたい。逆に言ったら私の時はいい国であったこともあったんで、ただ孫たちはもしかしたらいい国であった日本を全然知らないままに一生終わるかもしれないということに関しては非常に不安だし、そうはしてしたくない。そういう国にはなってほしくないというふうに思いますけどね。いい日本も孫にも知ってほしいですね。もちろん、もちろんですね。サブスクライブトゥインタビューインジャパン。サブスクライブトゥインタビュージャパン。サブスクライブトゥインタビュージャパン。